ます。続いて経済の動きです。アメリカ大統領選挙のオバマ氏当選を受けた5日のニューヨーク株式市場ですが、雇用情勢の悪化から平均株価は大幅に値下がりしました。東京株式市場日経平均株価も大幅な値下がり、そしてヨーロッパでも取引開始直後から大きく値下がりしています。世界に広がります金融危機、成長を続けてきたイギリスの経済も深刻な状況に陥っているようです。先週ロンドンにオープンした大型ショッピングセンターです。店の数は260余り。ヨーロッパでも最大規模のショッピングセンターとして鳴り物入りでオープンするはずでした。今の景気が悪くても、この先どんなに不景気になっても、このショッピングセンターはここにあり続けるのです。厳しい経済状況の中、意気込みを語るロンドン市長。しかし買い物客は、とても素敵だわ、でも見に来ただけよ。オープンするタイミングが悪すぎるわ。まあ少しは雰囲気が明るくなると思うけど。世界的な金融危機の影響はイギリスでも深刻です。今年9月までの3ヶ月間の経済成長率は実に16年ぶりのマイナス成長を記録しました。とりわけ大きな影響を受けているのが、長らくイギリス経済を支えてきた金融関連業です。世界の金融都市シティでは数千人に及ぶ人員削減が進められているといいます。ロンドンの南にあるケント州、水道やガスなどの配管工を育成する職業訓練校です。不景気の影響で最近シティからの転職希望者が増える傾向にあります。シティは今年の2月頃から信じられないくらい景気が悪くなったよ。それでいい機会と思って飛び出したんだ。まだシティで働いている同僚はみんな大変みたいだよ。デビッド・ファルコナーさん、47歳。この4月まで大手保険会社で働いていましたが、会社は業績が大幅に悪化、人員削減で退職を余儀なくされ、この学校に通い始めました。住宅価格の下落もファルコナーさんの生活に影響を与えています。ファルコナーさんは保険会社に勤めていた時、庭付きの家を購入しました。その後多額のローン返済に困り、自宅を売りに出そうとしましたが、最近の住宅価格の下落で売ると損をする状況です。そのため少しでも現金収入を得たいと自宅を貸し出すことにしました。家を貸したのは苦しい決断でしたが、収入に不安があったし、他に選択肢はなかったんです。長年勤めていたシティを離れ、環境が大きく変わったファルコナーさん。しかし配管工の仕事を選んだのは、今の経済状況の下では堅実な選択だったと捉えています。今年は最悪の夏でしたが、就職してなんとかいいクリスマスを迎えたいですね。今勉強していることが将来実を結んでくれると信じています。金融業の凋落、そして住宅価格の下落、成長を支えてきた日本柱が大きく揺らぎ、イギリス経済の低迷は当分続きそうです。なかなかイギリスの景気も厳しいですね。そうですね。イギリスの中央銀行にあたりますイングランド銀行なんですけどもね、先ほどなんですけれども、急速に悪化する景気を下支えするために政策金利を今の 4.5% から、
一気に 1.5% 引き下げまして 3% とする 大幅な引き下げを決めたんですね、はい。まあ、これはアメリカや日本とその足並みを揃えた形なんですけれども、先進国の中央銀行がまあ一度に 1.5% という大幅な引き下げをするのは極めて異例なことだということです。ニュースワン